動画をご覧の皆さん、こんにちは。今週はミオ編集部より、祝日月曜日ですね、に行われます、メインレース第67回のセントライト記念の展望を、行っていきたいと思います。出演者の紹介です。今回この重賞トーク初登場の、研究ニュース調教班の中島誠トラックマンです。よろしくお願いします。初めてなんですけどね、何もわかんないんですよ、はい、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。では、進行は私、競馬ブック2週の山下です。よろしくお願いします。はい、で、セントラルデッキの展望なんですけど、展望していく前にですね、今回初登場の、中島トラックマンですね、プロフィールをちょっと簡単に説明したいなと思います。研究ニュースの調教班で、南のデーコースのですね、催事を担当されております。トラックマン歴はなんと43年と、大ベテランでございます。で、今回初登場なんですけど、以前はグリーンチャンネルの明日のレース分析という番組に、そうですね、よく出られてましたよね。司会の関野さんに中島のおじきという、愛称で呼ばれていたということで、グリーンチャンネルを昔からご覧になっている方はもうおなじみの方だと思います。でですね、中島誠トラックマン、北海道版でこの中島誠の決断という、コラムを担当されておりまして、今年のですね、北海道シリーズ、なんと回収率、137.8% を記録しております。これ100円ずつですね、中島さんの予想を、乗って買っていればですね、なんとプラス123,800円でこの夏を終えれたということなんですけれども、今年の夏はかなり成績が良かったということで。そうですね、そういうこともあるということで、悪い時もあるってこと、悪い時もあるということで、分かりました。はい、そんな中島、さんとですね、セントラルト記念の、展望をしていきたいと思います。でも早速中島さんの、セントラルト記念のですね、予想をもうここで発表したいと思います。本命がですね、アドマイアスピカ、対抗が平木ディープ、単眼の3番手ですね、敬愛長さん、で以下ですね、ダービーフィズ、バンデ、ユールシンギング、レッドルーファスと、こういう順番になってます。ではですね、早速ちょっとアドマイアスピカの本命の根拠というのをお伺いしたいんですけども、はい、ちょっとね、どちらかというと、手薄なメンバーかなということと、あとはやはり権利を取りたいですよね。はい、そのあたりでアドマイアスピカは、そのうちの1頭ですけどもね、特にアゼレア賞の時の上がり32秒8を、はい、使った時の足決め手はちょっと波の馬ではないなという、印象を受けましたんでね、はい、これは秋になったら楽しみだなというふうに思ってました。なるほど。青葉賞の負けはやっぱりこう出遅れが答えたかなという、そうですね、青葉賞は大外枠18番でしたっけ、そうですね、はい、そうです。それで1着2着3着が大体内枠の馬で、そうですね、競馬の流れもいったいったみたいな感じで、まだ時点では、ちょっとかわいそうだったかなという、競馬でしたよね。それでも0.6秒ですからね、じゃないですか。力は水だと、そういうことですね。今回中山の外回り2200という舞台なんですけど、そうですね、一応今までの成績を見ても分かりますように、右回りの方がまだ競馬がしやすいのかなという、そういう印象ありますんでね、はい、ここでなんとか権利を取りたいとは、思っていると思うんです。なるほど、ありがとうございます。続きまして、今度は対抗の平木ディープですね。先ほど、おっしゃいました青葉賞の勝ち馬ですね、このものの評価についてはどうでしょうか。そうですね、青葉賞の時のようにある程度自分から前々の競馬ができて、流れ込むようなパターンに持ち込めればいいんですけども、ダービーはしょうがないにしてもね、ちょっと後手を踏むと
なかなかこうレースの流れに乗れないという精神的な脆さがあるんでね、これがまあ夏を越してどのぐらいまあ良くなってるか成長してるか、まあその点がまあ問題だと思うんですよね。まあ一応メンバーを見渡すとある程度自分の競馬はできそうですけども、ただまあそのね、あの気持ちの問題がまだありますんで、脆いところがあるんでね、まあ、そういうまだ点はどうかなという疑問符はありますよね。やはりちょっと当日の気配をチェックした方がいいですかね。やはりちょっと相手が相手どちらかというと一回使った方がいいかなというような印象は僕は持っているんでね。そうですね。でこの馬の場合はもう出れるんでしょ。そうですね、あの青葉賞の賞金あります、ね。まあ、そういった意味ではまあね、あんまりはっきり言えないけども、まあ、そうですね、次があるということでね、うん、なるほど。はい、で3番手がですね、ラジオ日経賞ですかを勝ちました敬愛調査ですね、この馬どうでしょう。まあ、そうですね、あの時はまあハマったというか、乗り役さんの腕かなというような競馬でしたけども、まあ、それでも、まあ、あそこをついてきてね、まあ、ああいう競馬をしたということはやはりこの馬に関しては、まあ、まだちょっとね何とも言えないところありますけども、まあ、一応あれは信用してもいいのかなとは思うんですけどもね。ただ、はい、この馬の場合はまだちょっと、スケール的にね、まあ、この先うんぬんよりはここを目標かなという、そういうような、なるほど、そういうふうに僕は思ってるんですけどもね。まあ、目の前のレースを、そうですね、大事にするような馬かなという印象であると。あとは あまり距離は長くない方がいいので、そういった意味ではそう思います。まあ一つ評価下げたかなと、そうですね、ですかね、はい。で以下ですね、まあ、先ほど申しましたけど、ダービーフィズ、バンデ、ユールシンギング、レッドリューバスと、まあ、以降これらの中でちょっと気になる一頭あれば教えていただきたいですね。やはり今一応印はつけましたけども、中一周組はどうしてもね、ちょっと競馬行って無理があるのかなと思いますんで、まあ、一応2週間中2週空けてるバンデの方を、まあ、取りたいんですよね。ちょっと注目したいんです。はい、まあ、前走すごい競馬というか圧勝でしたけど、まあね、あの函館での圧勝は確かにすごかったですけども、逆に言うとね、まあそれだけのもんがあるのかなという、まあ、疑問はあるんですけどね。なるほど、まあ、かなりの道割りの競馬でしたもんね。そうですね。ただ逃げてね、全く今までと違う競馬を、まあ、見せましたんでね、また花を奪っての競馬がこの馬には合うのかなというような感じはしますけども、そういう意味でのまあ面白い存在と、まあ、ちょっと注目しておきたいです。なるほど、はい、ありがとうございます。で、まあ、肝なんですけども、はい、アドマイヤスピカ本命なんですけど、馬券の方はそうですね、馬券はまあアドマイヤスピカはまあ何番人気ですかね、1番2番そうですね、3番人気か4番、3、4番人気ぐらいですかね。そうですね、まあ生まれんでいいんじゃないですかね。なるほど、生まれんで買ってみたいですね。まあ人気馬がちょっと間空いてますから、まあそういった意味では白三角の方に、流れてくれればね、馬券がね、まあ少しはつくんじゃないでしょうか。まあ、というわけで馬券的にはアドマイヤスピカから、先ほど言いました、平牧リープ、敬愛調査、ダービーフィズ、バンデ、ユールシンギング、レッドルファスト、これらに流すという形で、そういうことですね。はい、ありがとうございます。で最後にちょっと私も先月ながらですね、セントラル TK の予想を言いますと、私もですね、先ほど中島さんが対抗に挙げた平牧リープを、本命にしました。もう推奨理由に関しては先ほど中島さんがもうおっしゃられた通りなんですけれども、まあ、青葉賞を走ってきた馬がこう結構いまして、まあ、その中でまあちゃんと1位1着で勝ち切ったという実績を評価したいと思います。まあちょっと雨が降ってしまうとちょっとわからないところもあるんですけれども、まあ、今の中山の、まあ野芝オンリーの芝というのはまあディープインパクト3区に非常に合ってると思いますので、
まあ、軸としてはこれが最適かなと。まあ次ですね、菊花賞もあるんですけれども、まあ、攻め量自体はかなりやってますんで、まあ、力を出せる状態にあるのではと思って本命にしました。でこの平幕ディープからですね、イカ、敬愛調査、アドマイアスピカ、イレプレイスブル、ドラゴンレジェンド、マイネルマエストロ、ユールシンギングと、これらにですね、馬単の表裏で、流す形で、まあ、勝負してみたいなと思います。はい、というわけでセントラルト記念の展望をしてきたんですけれども、まあ、ちょっと初めにちょっと冒頭言い忘れたんですけども、セントラルト記念菊花賞の、優先出走権が3着までに与えられるというレースなんですけれども、まあ、ところがですね、この09年に中山フェスタが勝ってですね、11年に、構想したサダムパティックがマイルチャンピオンシップを勝ったりと、で去年はフェノメノがここを勝って今年ですね天皇賞春を勝ったりと、まあ、意外と菊花賞に結びついてはいないんですけれども、まあ、非常にレベルの高いレースが、行われてますので、ぜひ、この月曜日ですか、祝日のセントラル記念、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。中島さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。